花屋敷です。ありがとうございます、というわけでここでロケをさせてもらえるということなんですが、ジュニアさん、はい、何をするんでしょう。いやもうあれやってくれあれやってくれってもうね、バス降りてここまでの道中もすごかったですけど、そんなにエンディングからのやつやってくれ誰も言うてなかったYouTube 見てますも言われなかったチラ見されただけ、ね、人気企画なんですかこれは。いやどうなんですか、まあ、何回かやってますか ね先にエンディングトークを取ってその通りのロケをしなければならない、うん、人生って結局そういうことやと思いますよ。そうですか。そんなことできます。人生まずは目標こうなるんだって掲げないと、はいはいはい、ね、はい、うん、日本チャンピオンになるぞって言ったボクサーで世界チャンピオンになった人いますか。なるほどね、うん、チャンピオン取ろな、ヒルガイ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 って出ていったでしょ。言うてないよ、そんな袖で意識はしてるけど取るぞと思ってはいたけど、そう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 、それは口には出さなかったですけどね、チャンピオン取るぞ言わへんわ。出て行ったって聞いてますよ。いやそれ言うやつ多分取らないですよ裏でのんって呼んでんのこれまで4、3、2。さあというわけで花屋敷さんで、ロケをしましたが、はい、いかがでしたか。いやほんまいろいろありましたね。びっくりしました。後藤結局靴見つかってよかったねいやほんまに一時はどうなるか、一時はほんま どこでどうなったの、何でなくしたか僕も分からなかったんですねあ無事戻ってきたんよ。無事戻ってきてびっくりしたあの時はな、後藤にしか起きひんかった。いやいやほんいろんなアクシデントがね、もうこれただ楽しんだだけになっちゃいましたね。全部持ってかれました。いやそんなことないでしょ、だってみんなもいろいろありましたよ。僕らは平坦でなんか申し訳ない、取れたかゼロやったから、あんなあんな激迫をなあするとは思ってんかったから、業界騒然なんじゃないですか。ちょっとざわついたと思うで、はい、自ら暴露、まさか花屋敷でっていうありましたね。いやいやあればそんなんしてません。あんなほっこりする話、うん、もう聞けたし、うん、なんか今日はもうほんまもう後藤を堪能したからほんまでもさすごくトイレ入ってまさかほんまに射精して出てくるといやいやいやあかんやん、そんなん何書いてんの項目としてそんな射精のシーン撮れよなんで俺ばっかりなんすか。いやほぼほぼそうやったから、もう後藤でやったから。いやそんなことないよ、後藤屋敷やったから普通に乗り物乗っただけでしたからね。なんか江戸っ子の喋り方途中からなってましたよちっちゃまあそうそう、ちょっとほだされて、引っ張られてね。でもまあな、のんちゃんもほんまにもうちょっと押してたらあれ恋人できてたかもな。あーここね、あそこね、ああいうとこじゃもうちょっと行った方が。まあね、中でそんな出会いがあるとは思わなかったですけどね、うん、でもまあ俺こんな言うのもあれやけど小籔、うん、あそこまでスタッフに切れることないと思うで。すいません本当に。いやほんまに言うてもあれは寒すぎてちょっとイライラしてたんかな、うん、でもジュニアさんもなんか T シャツとかグッズとかめっちゃつけてありましたね。つけてへん、うん、めっちゃめんどくさいちょ俺なんかねえ家族で来られたりしますか。いやー、はい、来たことないな花屋敷は。うち娘ちっちゃい時に花屋敷来させてもらいました、はい、確かにええな、今度来ようかな、うん、あ縁日、あ縁日でね、ちょっとこう、うん、わざとこじんまりしてるようなことを楽しむ遊園地みたいなね、うんうん、あヨーヨーとか、ええやんなあなあうまいな。へえ。
楽しいやろな。頑張って頑張って。あ、結構得意なんですけどね、射的。あ、そう、はい、やる、やりましょう。俺マジで得意なんですよ。ああ、跳ね返った、跳ね返ったな、強いな。ああ、あかんか。なんで終わり。いや、これストレスやわ。俺当たると思ってた、絶対。やっぱちゃんとこう狙った、平行に、はい、ちょっと傾いてたんじゃん。え、なんでですか。なんで傾くんですか。平行感覚取れてなかったんじゃん。ずっとこう下へ下へになってたから。あれ、え、靴ないやん。あれ、え、いつ、え、いつから、いつ、なんか座敷上がりました。上がってないよ。上がったとしたら両方やしな。とりあえずもう行こう、うん、ちょっと探さな。いや、ロケはそう、時間このままでけへんやん。時間がさ、え、いつ、分からん。つや、いや、俺こんなんロケずっと続けられへんわ。片っぽでストレスやわ。また毛抜けるやん、せっかく気配薬飲んでんのに。いや、そうやったん。え、そうやったん。ええ、ハゲ取るやないかいって言うてる方が。ハゲ取るやないかいってちゃんと言えるように。すごい暴露。だってハゲ取るやないか言うてるやつハゲ取ったらあかんやん。あ、そうなんや。服用、はい。え、あ、クリニックみたいな行って。ああ、え、ハゲのサラブレッドやから。ああ、全員ハゲ取る言うてたね。あ、ちょっとトイレ行ってきますか。すいません、もう我慢できないんですよ。ああ、もう、ああ、そう、すいません。お、じゃあ俺も行ってくるわ。じゃあ待っとこう。待っときますかなあ。靴下嫌やわ。いや、それ靴下嫌やわ。すいません、すいません。なんかあれ、なん、え、ちょっとトイレ。やら手拭いてたけど。ちょっとこれ捨てといて。ごめんね。もしずやってんから、なんかしてよかった。あ、流して。あ、そう。でもなんかね、こうやって YouTube 撮ってますけど、うん、この間もなんか犬の写真を小籔さんに撮ってもらう、はいはいはい、ね、環境も悪いところで撮られへんやないかみたいなね、うん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 、なんかあったり、うんうん、まあなんか犬だけ撮ってもらう申し訳ないなと思いながらでもやっぱり撮ってもらって、うん、ほらあれアップされたじゃないですか、うん、うちの奥さんと子供、うん、大喜び。あ、そう、喜んであの写真は手に入らないのかとか、我々がなんか普通にねこうやってやってるものが、はいはい、うん、家族が喜んでくれてよかったなと思いますよ。思いません。そういうつもりじゃないですか。おもろいかおもんないかだけでみんな見てるわけじゃなくてな。そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうことやね。言わおう、言わおう。いや、俺もつくしが映ってるの嬉しいしな。そうやわ。まあ、やっぱ俺もちょっとスタッフにムカついてたけど、そういうほっこりした話聞かされたんやったらちょっとなんか良かったなというかさ。 あれも怖そうやな、うん、ローラーコースター。せっかくやから乗ろうかな俺。え、乗るコースター。椅子座って待っときましょうか。なんか飲みもいります。あ、俺コーヒーもらおうかな。ちょっとおいら疲れちゃったよ。あ、もう終わっちゃったのかな。バカ野郎、まだ始まってもいねえよ。あ、なんだかな、もう。なんか喋りがっちゃいますね。バカ野郎、疲れちゃったよ。あ、もう。後藤もいる、コーヒー。罰金ジャップぐらいバカるよ、バカ野郎。いや、それ…ひどっこというか、たけしさんやから。
いやいや、あなたのコーヒーを買おうとしてるんですよ。マッキンギャップぐらい分かるやばいな。おいら言うてない。いや、江戸っ子っていうか、おいら芸が欲しいや。いや、言いそうやけど、そのいや、なんでそのスイッチ入ってるのか分からへんねんけど。いや、コーヒー欲しいな、言うから。芸人だよ、バカ野郎。いやいや、何でも言うてない。言うてるやん。いや、じゃあバカ、じゃあ芸人でもコーヒー飲むでしょ。ちょっと俺、ほんだもうこれ乗るわ。はい。むちゃむちゃ怖いわこれ。むちゃむちゃ怖いわ。いや、そっちのスタッフに切れるの。何倍やねんこれ一回。いや、そっちのスタッフ、制作スタッフにじゃなくて。違うやろ。怖ないんかな思って乗ったらむちゃむちゃ怖いわ。おかしいやんお前。いや、そんな怒らんでもいいじゃないですか。さあ、怖かった。めちゃめちゃうまいわこれ。いや、大体冷めとんねんこんな遊園地のやつ。ええやん。熱々やないかこれ。めちゃめちゃうまいやないか。いやいや、なんでそっちのスタッフに切れんの。あ、今乗ってる。あれ、誰かと乗ってる。恋に落ちた。なんか誰かと乗ってました今。なんか2人で乗ってなかった。あ、行ってきた。ちょっと知り合った人とジェットコースター乗ってた。なんか2人で乗ってなかった。お前なんか2人で乗ってるの見えたで。うん。いや、ちょっと押したらなんか行けるかなと思って。ちょっとジェットコースターは乗ってくれてんけど、なんか付き合ってはくれへんかった。そこ止まりや。そうやな。うん。園内のお客様にお知らせいたします。フットボールランナーの後藤さんがお靴をなくされました。フットボールアワーの後藤さんがお靴をなくされました。なくした。見かけた方はスタッフまでお声掛けくださいませ。あ、これで見かけてくれはるんちゃう。いや、ちゃうねん。だからもうお願いしたんや。ないからロケできへんから、うん、雨降ってきてるしな。見かけた人が届けてくれるんかな。そうやで、雨降ってるから。いや、これもう無理やな。靴も諦めようかな。見つけたら別に。あった。あ、よかった。あれだ、両方同時に届いてるよ。よかった、ほんまよかった。いや、履くの嫌やな。でも誰か履かれてたかもわからない。いやいや、靴下かな。今の状態で履けないでしょ。靴下汚いから。靴下かい、うん、もうこっちのが靴ですもん今。今はしんどこれ。しんどいっすわこれ。靴ないのめちゃくちゃ嫌。まあ、俺靴履いてない状態でトイレ入ってる。むちゃくちゃ嫌やねん。それを順番考えてやったらええやん。早めになくすから。いっぱいあるから。予防のために気配薬飲んでることも知らなかったでしょ。すごい暴露やったな。いろんなもんなくしてたよな。そうです。そうですよ、うん、チャンネル登録お願いします。また毛抜けるやん。せっかく気配薬飲んでんのに。そうやったの。